したんですか今日は。今日はですね、イオンに来てるんですけど、なんでイオンにいるかっていうとね、私スマホを壊しました。なのでちょっとこの。あ、2回目だよね。前回水没させて壊れて。今日はね、TikTok を撮ろうと思って、部屋のね、その三脚にね、スマホをこう入れようとしたら滑っちゃって、落としたら、ですよ。でも落としてさ、なるってさ、よっぽど打ちどころが悪かったって感じだよね。ちょっとどうなってるかちょっと見せてください。みんなわかんないよね。よ、まずこれですよ。はい、でここでもうこの時点でもちょっと、ここに、まあ見せるかもういいや、見せれますね。ちょっとバーコード、ね、パスワードは見せないんですけど。はい、見ても、この時点でもうすでに浮かび上がってて、はい。やばいですね。見せますね。はい、やばくないか。やばい。かっちゃんです。あ、そこはどうでもいいんだってやばいよね、これね。やばくない、この他の画面でもそんな感じ。他の画面、帯です。分かった。全です。いいから、そこは、ね、やばいね。ちょっとやばくない、この画面の壊れ方。線が入ってる、多分ってるよね。映ってるよね、ちゃんとね。めっちゃの線が入っちゃった。やばい、ほら、やばいよね。これが一番わかりやすい。これ、そうね、こんな感じで白黒、かわいい。こんな感じでやばいんですよ、もう。これ絶対修理だよね。あのね、壊れちゃったということで、早速直しに行きたいと思います。はい、ちょっとあの壊れたテンション違うんですけど、もう本当気をつけてよ、本当に。もうすいません、まだのじゃないんです。じゃあ行きましょう。はい、ということで無事携帯が直りました。ちょっと日にち空いちゃいましたけど、すいません。そうですよ。でもね、ちょっとね、ここがね、黒っぽくなっちゃってる時があるんですけど、うん、無事に、見てください、治りました。はい、なんか出てますけど、いいんですか、それ。これはなんか、この画面を変えると出てきちゃうっていう、ディスプレイに関する。あー、そうなんだ。出てきちゃう。毎回出てくるの、これ。毎回出てくる。あ、そうなんだ。これはいいとして。うん。治りました。はい。お高かったですね。おいくら万円ですか？なんと19,500円です。でも本当は21,500円だったんだね。で、そう、2000円引きで19,500円になりました、はい、ね、ちゃんとね、はい、線が治りましたね。治りました、バッチリです。今後気をつけてくださいね、本当に。了解です。ただ、うん、今カバーしてない状態だから画面が、うん、あ、そっか、いつ割れてもおかしくないから。カバー買わなくちゃ。そう、気をつけて。カバーは大事ですよ、皆さん、本当。カバーしてたら、割れないってこと多いですからね、うん、カバーはマジ大事。マジで大事です、ね、はい、しましょう。しましょう。っていうか大切にしましょう。なんかしほちゃんは一回前水没しちゃったんだよね。そうなの。皆さん覚えてますか？その時も多分動画にしたと思うんですけど。そうで、携帯を音楽流してて。そう。ね。落としました。で、水没して、使えるんだけど画面がね。そう、じゃあこの前みたいな。この前みたいになっちゃってね。そう。真っ暗。はい。で、一回やっぱね、水没するとね、わかるみたいで、見ただけで。うん、で、やっぱちょっとね、一回交換してるから、うん、やっぱちょっとね、普通の純正品より多分弱いみたいなんだよね、どうしても。そうなんだよね。だから落としただけであんなにもうボキバキに壊れちゃうっていう。だからなんかね、気をつけないとだね、本当に。今後もね、気をつけて。皆さんもぜひ気をつけてください。皆さんは多分大丈夫だと思うんですけど、ちょっと画面がすいません、手持ちですいません、揺れてる。ママが笑うと画面が揺れる。おほほじゃないよ。はい。という動画でした。はい、まあ、まずね、みんなにね、そういうなんか、気をつけましょうねっていう前に私が気をつけようって話なんだけど。そうだよ。それな、って感じ。ほんと気をつけてくださいね。もう携帯だけは高いからね、修理が。何万だからね。了解しました。ほんと、このスマホだけで多分合計で5万以上修理代かかってるかね。前回と今回で。本当に。あら、やだ。本当に。もうママもパパもね、ぐちぐち言ってるんですよ、実は。
やっぱね、こういうのは自分のね、扱い方の問題だからね。水没しちゃったし。水没しちゃったしとか、落としちゃったしとか。三脚につけようと思ったら、三脚取れちゃった。気をつけてって、ね、今後はね。はい。以上でした。はい、バイバイ。すいません、手ぶれがひどくて。ちょっとやめて、やめてよ。バイバイ。